なんだい。この子供を拾ってきた。どっからよ。普段からついてきてしまうし。宿なしかい。いや、今朝親と茅ヶ崎から出てきて、普段で親にはぐれてしまったんじゃ。今晩止めちゃってもらえんかな。よしなよ。つまんないもの。でもかわいそうでな。そんなものお前さん知ろうことはないよ。おつけちまいなよ、誰かに。帰らない、帰らん。止めてやってもらえんかな。俺は嫌だよ、俺は。俺はガキは切れだよ。そうかな。帰らんとこ行ってきなよ、帰らんとこへ。いい子なんだがな。おい、嫌だぜ、おい。早く行ってきな、早くよ。そうかな。おい、おいで。こんばんは。こんばんは。おい、おいで。ねえ、おたねさん、子供いらんかな、子供。これ、拾ってきてしまって、戻ってもらえんかな。どうしたのさ。普段の鳥のとこから、わしについてきてしまって、よそゆかんのじゃよ。今晩一晩、止めてやってもらえんかな。そんなのあんたのとこ止めりゃいいじゃないか。それが、タメさん、いかんって言うんじゃ。そんなの私のとこだって嫌だよ。まあそう言わんで、タメさんもあんたに頼めて言うとるんじゃ。止めてやってや。な、頼むけん。やだよ。なあ、こげん頭下げるけん。やだよ。私は子供嫌いなんだよ。すげん言わんで、な、頼むけんな。おい、田代さん。お前さ、冗談じゃないよ。頼むけん。おい、田代さん。しっ。バカにしてるよ。しっ。しっ。おい、手を乾かすんだ。困っちゃったよ。とんでもないものつけられちゃって。なんだい。昨夜の子だよ。とんでもない鍵だよ。私はもう断るよ。私はもうごめんだよ。どうしたんだよ。やられちゃったんだよ。二重弁。ふんじゃないよ。大事な人の台無しさ。馬のように垂れ上がって。ぐしょぐしょだよ。俺は災難だったな。田代さんどうしたい。ああ、田代今出かけて。しょうがないね、あんなもん拾ってきて。あのガキ、私はもうごめんだよ。お前さんなんとかしとくれ。なんとかって。手を解こうとお前さんの勝手だよ。私はもう一晩面倒見てやったんだから。今度はお前さんの番だよ。冗談じゃないよ。何が冗談さ。考えてもこないよ。お前さんにも責任あるよ。田代さん拾ってきたんだもの。お前さんとこ置くのが当たり前じゃないか。俺は嫌だよ。嫌なこったん。なん、前みたいなね、しょんべんするガキ。かや嫌だったらどっかへそっと置いてきなよ。冗談じゃないよ。そんならお前さんどっか置いといて。しょうがないもの拾ってきやがったな、天眼鏡。かや嫌だろな。かわやされたの。あそこへ頼んで置いてきや。な。俺んとこだって困んねえ。頼まれるのはごたごたあるし、子供もいるし、ご覧の通りのお座敷で。座敷は立派なもんだよ。あんな額なんかかけちゃってさ、いいじゃないか。子供なんか3人育てんのも4人育てんのも同じこったよ。そうはいかないよ。亀さん、どうだいあんたんと。俺んち？ダメなんだよ。あそこ。何がダメなのさ。ちょっともダメなことないじゃないか。
置いてやんなよ、あんたんとこへ。なんなら小僧にしたっていいじゃないか。そうだよ、起きないよ、当然だよ。まずいじゃねえ。どうもとんでもないものしちゃってきやがったな、タコ。これはご苦労さんでも誰か茅ヶ崎行ってもらうんだな。茅ヶ崎行きゃ今までいたうちもわかるだろうし、そこに連れてって置いてくるんだな。まあそれはまあそれに越したことはないけど。どうだいかや。いいね。だから私はごめんだよ。そう言うなよ。いいよ、私は断るよ。それは誰か連れて行かなきゃしょうがねえよ。じゃあお前さんも行きよ。どうだいかやさん。いいね。あんた行ってくるか。冗談じゃないよ。しょうがねえものしろってきちゃったな、タコ。じゃあどうだい、クジで行こう。一番いいぜ、恨みっこなしで。当たったら災難だよ、諦めよう。うん。なあ、かやさん、どうだい。いいだろ。じゃあ、くじこしらえるぜ。ね、バッテンが書いてあるのが当たりだからね。この人がいるんだよ。私だよ。そうかい、かやかい。ほら、ご苦労さんだな。何のことはない、踏んだり蹴ったりだよ。恨みっこなしだぜ、クジだからね。まあ、かや、災難だよ。ちっ、あや、あるや。まあ、いいじゃないか、かや、お茶でも。冗談じゃないよ。あ、俺のも買ってんだぜ。そうなんだ、俺のも買ってんだ。気の早い方は損をするんだよ。なるほどね。しかしこれはカヤネ、黙ってよね。頼むよ。うん、それは大丈夫だよ。頼むよ。ご苦労さんに茅ヶ崎くんだりまでさ。恨むからね。うちでも深いお付き合いはないんですよ。何でも八王子で焼け出された大工さんでね、この先の温泉屋さんから頼まれて置いてあげたんですが、そこの仕事中だけいたんですよ。さあ、10日もいましたかしら。あ、そうですか。なんだか一昨日だったかその前の日か、東京で仕事を見つけるってあの子と一緒に出てったんですよ。じゃあまた帰ってくるんですね。さあ、もう来ないでしょ、道具もすっかり持ってったから。じゃあその温泉屋さんで聞きゃわかるでしょうか。さあね。Thank you.
お前のお父っつぁんも不人情な人だよ。倒れたんじゃないよ、置いてかれちゃったんだよ。お前あのうち置いてもらえ、頼みは置いてくれだろ、いたんだから。ほらもうないよ。お前ね、それ食べたらあのうち行くんだよ、いいかい。なんだよ、なんだよ。お前ね、あの海行って貝拾ってきてくれ。おばちゃんお土産にするんだから。行っといで。お前いい子だよ。早く行っといで。運勢仮想人相手相方位結婚人生と開運か。一体八卦ってのは当たるもんかい。ほら当たるもん。あんなによう当たるもん他にはなか。だけどこないだお前さんゴム長履いてったらカランカランのいいお天気になったじゃねえか。天気のことは知らんばい。あらラジオがよう当てる。おおおかえり。おお、ご苦労さん。大変だったね。うまくいったかい。
さと芋を下ろすんだよ。お前布団しけんね。分かってんだろ。うん。先寝といて。寝しょびったら承知ないよ。それはまあご苦労でも川崎さんにもう半年やってもらうんだね、うん、いやもうやめさせてもらいますよ。いいじゃないかやっとくれよ。まあつけますよ他のことは。やっぱりあんたじゃなくて着日は。ああもう諦めないよ。皆さんがそうおっしゃってくださるんだからね。決まりましたね、はい、決まりましたよ、決まりましたおいおいじゃあまあ一つやらせていただきましょうか。お願いしますよ。じゃあ決まりましたね。いやご苦労さんです。ちょっともうお出していい。ああいいよ出しておくれ。うまいもんだね。いや大したもんだね。あんたやってたんじゃないかい。まさか。いや立派なもんだね。大したもんだよ。いや困るな。いや本当だよ。お前さんこれよりよっぽどいいぜ。欲しいな。のぞきの出物ないもんかね。そういや近頃縁日でもさっぱり見かけないね。毎晩だっていいよ。
ごめん。じゃあ、おやすみ。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 今晩面白かったよ、田代さん。またやってくれよ。いや、じゃあ、さよなら。なんだよ、まだ寝ないのかい。寝ないよ、さっさと。なんだよ、なんだお前。ああ、寝しょんべん怖くて寝られないんだね。そうだろ。今度やったらつまみ出すよ。覚えておいて。いいかい、わかったかい。うん。じゃあ寝ないよ。夜中に起こしてやるよ。おばあちゃんおやすみ。おばちゃんだよ。おばあちゃんおやすみ。お前のお父さんも不人情な人だよ。大工さんなら今時どこ行ったっていい働きがあるだろうにさ。何も子供の一人ぐらい養うの飲んでもありゃしないやねん。まして自分の子じゃないか。せっかくここまで大きくなったものを今さら声出すことはないじゃないか。おっかさんはとうに死んじゃったし、お父さんはあいにくぐうたらだし、お前もかわすな子だよ。どうするんだよこれから。え、なんだよ、もう寝ちゃったのか。たわいないもんだね。こんちは。あ、あんた、いらっしゃい。まあ、おかけよ。どこへ。ちょいとお嬢さんのとこまで。粉引いてんの。うん。あんたとこ今度履いて何だった。粉だったよ。ふーん。いつあったい。昨日だったよ。真っ白な、綺麗な粉。ふーん。あ、忘れないって言っとこ。うちのおばあちゃんは買うからなたはしないかって。今なかったね。欲しいんだって、入れ歯磨くのに。今度取っとくよ。こんちは。いらっしゃい。いいやんばい。こんちは。川吉さん、この間の夜通しできて。いや。あさって。いや。この人のはね、同じ小屋でも鋳造の方でね、来年3月なんだよ。いや、そんなことない。急いでやりますよ。もう3日4日。いいわよ。丁寧にやってちょうだい。いや、どうも。あの、1時からね、ろうそくとマッチ入ってする。あ、そう。じゃあ、こんな朝あるよ。あ、そう。ゆうべはごちそうさま。いや、じゃあ、ごめんなさい。さようなら。どう？いいものがあんの。今お医者さんのとこでもらってきてね。どう？ふう、大したもんだね。昔と一緒だね。高いんだろうね。うまいこともうまいね。こないだ赤森さんがしてもらった人ね、ゴムのホースないかしら、長いの。ああ、向かいの聞いてみてくれない。ああ、でもあいつ高いだろ。他は聞いてみないからわからないけど、でもこの間の鏡いい兄弟になったよ。周りくらいにしてね。そう。
何？困ってんだよ。どこの子？宿なしなんだよ。はぐれたんだかすられたんだか。あんたのとこいらないかね。いらないね。ゴムのホースなら欲しいけど。誰かないかね。もらってくれる人。うちへも双葉求めてやってるんだよ。坊や、おいで。おいしい、そんなもったいない。いいじゃないか。そんな高いの食わせてわかりゃしないよ。坊や、おいで。おいで。はい。なんだい？何持ってんだい？吸い殻だよ。そんなもんしょってどうすんだい？お前吸うのかい？お父っつぁんのだい。ポケット何入れてんだい？膨らまして。出してごらん。出してごらん。いいだよ。汚い子だよ、お前は。あっち行ってで。お父っつぁんなんだい？八王子で焼け出されたバイクだよ。それで国拾ってんのね。うん。不妊所のやつでも親は親なのかね。変わったもんだよね。私たち子供の自分は親の顔さ見りゃ1銭くれ2銭くれだろ。鉄砲玉しゃぶって鼻垂らしちゃってさ、横鍋かなんかやっちゃってのんびりしてたもんだよ。そうね。菊ちゃん、あんたまた特別だったよ。この辺ピカピカさしちゃって。おたねちゃん、あんたこれだったよ。うん。今の子は昔ほど鼻垂らしもいないけど、のんびりしてないね。そうね。やっぱり世知がないのね。なんだかいちいちしてるよ。吸い殻拾ったり釘集めたり。こんなこと子供にさしといちゃいけないね。子供のすることじゃないよ。そうね。子供はもっとのんびりしてなくっちゃ。嫌だね。じゃあ、親かまし頼みますよ。聞いとくわ。坊や、はい。さよなら。さよなら。何もらったんだい？10円。人様から物をいただいたときにはお礼言わなきゃダメじゃないか。バカだね。坊や、ちょいちょいで。ちょいちょいで。お前ね、その10円ね、三角くじ買ってごらん。お前当たるよ。お前ならきっと当たるよ。お前割と無邪気だろ。当たるよ。やってごらん。売ってるとこ知ってるだろ。うん。当てといで、2000円。途中で勘定なんかじゃないよ。精が出るね。何や、こんなものは寝巻きだよ。精の出るうちに入りゃいねえ。まあ浪人が傘張ってるようなもんだ。昔の黒井町の神輿見てくれたかい？あれは俺が作ったんだけど。飾り屋のためさんも腕が楽よ。いや悪いかね。何よ。つまんないこと頼んじゃ。いやいや、なんだよ。ゴムのホースだよ、長いの。ホースね。あらがながないね。あっても高いよ。お前さん買うのか？うん、こないだの。ああ、秋田中の神さん。うん、まだ高くてね。見つけてくよ。あのね、自転車のタイヤがあるんだよね。パンクのしない向こうのやつ。いい品なんだがね。こんにちは。こんにちは。ごめんなさい。お父っつぁん、珍しくうちにいたわね。そりゃいますよ。今日はなんだい？ちょっとパーマに来たんだけど、混んでたもんだから。ゆきちゃん、ここのとこ見えなかったけど、太ったね、あんた。そうですか？大したもんだよ。今だけ太るんだからね。お父っつぁん、もうお昼済んで？いただくよ。なんかごちそう買ってたの？うん、まだなら私も一緒にいただこうと思って。冗談じゃないよ。飯時見計らって手ぶらで食いばらしに来られちゃたまりませんやねえかや。これだから親はたまりませんや。太るわけですよ。じゃあごめん。坊や、どうだった？当たったかい？見せてごらん。当たらない。当たんない？何にもかい？タバコくれただろ。うん。タバコもくんなかった？うん。じゃあ10円ただ取られたのかい？うん。バカだよ、お前は。日頃のクランケが悪いんだよ。せっかくの10円ただ取られちゃって。おい、泣くんじゃない、男のくせに。ほら、返してやるよ。ほら。バカだよ、お前は。
前のお金で損しちゃったい。ただ取られちゃったい、10円。やあ、おかえり。頼まれた、そうだね。二三日待ってくれよ。あんとこ見つけたよ。それはどうも。毎度すみません。さあ、あんた、ジャケット着ないかね。ここのとことっくりになってんね。いいなるよ。なんだよ。母やん、さっきから怒ってるんだよ。どうだい、食べたんだろ。食べたら食べたって言ったらどうだい。ひどい目に遭わせよ、言わないと。ゴーちゃんのガキだね。どうしても言わないのかい。食ったんだろ、お前。嘘つくと承知しないよ。食ったんだろ。はや、なんだい、何を怒ってるんだい。このガキ、干してた串焼き食っちゃったんだよ。かや、そう怒らんでもいけねえ。何も私は串焼きの一つや二つで怒ってんじゃないんだよ。このガキ、あんまりしぶといからさ。どうだい、食ったんだろ。かや、あんまりそうポンポン言いなんだよ。いいじゃないか、ほっといてくれよ。まずいことになっちゃったな。実はカヤン、俺なんだ。食ったの。なんだ、お前さんかい。うん、俺がごちそうになっちゃったんだ。誰に。誰にって、どうも近頃バカに甘いものが食いたくなっちゃってね。さっき来て、ちょっと見て。そんなの何もあんな真ん中から気になったっていいじゃないか。どうせごちそうなんなら、まさかとかいいと思って。たまりませんよ、よっぽど行きたい。ふざけちゃいけないよ、あんた。ぼやに謝らないよ、かわいそうに。まずいじゃねえ。ぼや、勘弁してくれよ。ひでえ目にやっちゃったな。ごめんよ。な。なんだい。坊や、ごめんよ。すまなかったね。ごめんね。もういいんだよ。坊やじゃないこと分かったんだから。かわいそうにおばちゃん悪かったね。堪忍してくれね。ごめんな。そうかい、証拠にもなくまたやりやがった、うん、しぶといガキだね。あれほど怒られてもまたやりやがった、うん、馬みたいにか、うん、で坊主また裏で仰いてる。ところがいなくなっちゃったんだよ。かやまたパンパン怒ったんだろう。怒るも何も今朝からいないんだよ。朝起きてなんだかモジモジしてると思ったら朝飯も食わずどっか行っちゃったんだよ、うん、そしたらお前さん布団がちゃんと畳んで板の間に置いたんじゃないか、うん、どこ行けやがった。お前さんもう2時過ぎだろ、うん。
これはかやん。ひょっとするともう帰っちゃ来ねえよ。垂れ逃げだよ。ねしょんべんの垂れ逃げだよ。そうかね。どこ行きゃなったんだろう。どこってお前さん、あんなもんに当てがあるもんかね。どこにあったらいかねえ。野良猫だよ。バカなやつだよ。腹も減るだろうにさ。なーに、あっちこっちしろって食っていかねえ。これでかやもうサバサバだ。もう来やしねえよ。役払いだ。そうかね。あんたまたガミガミやったんでしょ。今日は怒りゃしないよ。うん、昨日よ。だから昨日はちょいと怒ったよ。串書きで。そしたらとっても強情でね、涙ポロポロこぼして言わないんだよ。だって本人食べないんだもの言えないじゃないの。そうなんだよ。でもとてもしぶといんだよ、その面魂が。こちこちの握り飯みたいな顔してね、睨むんだよ、私を。あんまり強情なんでね、負けるもんかと思って、私も睨みかしちゃってね、やってやったんだよ。かわいそうに。そうしたら犯人は向井の親父だろ。少しやりすぎちゃったんだよ。だいたいあんた勝つなと昔からそんなとこあるわよ。そのまたあんたの怒った顔、怖いからね。特別だよ。子供には薬が効きすぎるよ。ひなみしかしただけ余計よ。そうなんだよ、やりすぎちゃったんだよ。男のちょっと謝ったけどね。それに私だってあのくらいの時はねしょんべんしたよ。私だって覚えがあるわよ。かわいそうなことしちゃったね。うん。でもあんなの案外大きくなったらデカブツになるのかもしれないね。
偉い人って大抵子供の自分は目から鼻に抜ける方じゃなくて少し気の利かないポーッとしたのが多いってじゃないか。そういうわね。それに不人情の親にさ、国拾ったり吸い殻集めたり優しいとこもあったしね。ちょっとした大物だったよ、あの子は。惜しいことしたわね、あの子。惜しいでしょ、あんた。あんたも結構好きね、あの子。あんたもうとうに好きになっちゃってんのよ、あの子。そうかしら。そうよ、決まってんじゃないの。そうかね。何が不意よ。今まで別に気がつかなかったけど。そうなのよ、そんなもんなのよ。もう人形映っちゃってんのよ。ほら、犬ね、知らない間に塚平尻尾振るでしょ。あれよ、人間だから見えないけど、あんたたちもう結構尻尾振ってんのよ。坊やのは細くて小さいの、あんたのは太くて長いの。土佐だからね。ブルもだいぶ混じってるけど。冗談じゃないよ、ブツよ。でも親切な人が拾ってくれりゃいいけどね。何？坊やからもらっちゃったらしいの。けんのんけんのん。また来るわね、おやかまし。ゅうさよなら。ねえ、もし坊や帰ってきたらあんたどうする？私におごる？ねえ、お種さん、また一つ面倒見てやってくれんかな。あんまり怒らんでほしいんだよ。なんだかまた今朝、粗相してしもうて、あんたに怒られると思うて。いたのかい、坊主。うん。どこにいたい？普段じゃよ。この前拾ってきた鳥居のとこでキョロキョロしとった。あんたには怒られるし、行きどこはないし、急に踊ったのが恋しゅうなったらしいんじゃよ。なんだかかわいそうになってしもて、また連れてきてしもったんじゃ。なあ、一つ止めてやってくれんかな。いいよ。じゃあ、あんまり怒らんで。あんたに悪いと思って外に立っとるんじゃよ。じゃあ、頼んで。ほら。じゃあ、頼みますわい。私も帰ろう。さっさとおいで。お前お腹空いてんだろ。おいで。お上がり。お腹空いただろ。お上がり。お上がり。いただきます。ご飯なくてごめんよ。ごやのご飯食べちゃったんだ。今晩ご飯炊かなかったんだ。ぼや、おばちゃん好きかい？え？うん。そうかい。ぼや、もううちにいてもいいよ。ぼや、おばちゃんちのとこになっちゃうか？え？なっちゃおう。な。うん。こっちの食べ、ご飯残してていいよ。たくさんおがり、みんな食べていいんだよ。うちょっと、どんな気持ち？いい気持ちだね。こんな気持ち初めてだよ。まあ、母性愛かね。だけど、ボンビだってお孫さんをお守りしてるおばあちゃんだよ、あんた。冗談じゃないよ、ブツよ。それと
お前さん、あの帽子大きいよ。さっきから3本落としたよ。なーに、すぐ頭の方がでっかくなるよ。あれで学校行く頃にはちょうどいいんだよ。坊や、帽子持ってやろうか。うん。おばちゃん、タヌキも見た。いたじゃないか、さっき。ウサギの隣に。タヌキ、いつまぐる？晩だよ。晩までここにいんの？うん。もうすぐ山下の写真屋さんへ行って、写真写すんだよ。一緒にお入りよ。いやよ、三人で写すもんじゃないわよ。そんなことあるもんかね。ねえ、写真屋さん。ええ、どうぞ。私の真ん中になってやるよ。どうぞ、お入りになって。嫌なの、私写真嫌いなの。ちいいじゃないか。私と並んだってそうあんた見送りしやしないよ。するわよ。ちい遠慮して。似合うかい？ねえ、坊や、カビどこ行きゃよかったわね。うん、あなたらしたもんだからね。やめちゃったよ。帽子大きいよ。そうかい？本当だ。持ってよか。おかしくないかい？うん、いいわよ、それ。そうだ。じゃあ、放水します。坊や、動いちゃいけないよ。口結んで。離せないね。いいかい？あなたまみんだよ。お母様、お静かに。お母様、お口を結びになって。参ります。はい。はい、どうも。どうだった？ずいぶんよそ行きね。とっときの顔しちゃったよ。おかしかったかい？そっくりだったよ。誰に？いたじゃないか。さっき、檻の中に。無理？本当に。坊や、鼻出てなかったね。うん。坊や、面白かったね。うん、うまかったね、天ぷら。うん、逃がしてやろうか。うん、いいおばちゃんだね、こんないいの買ってくれて。うん、大事にするんだよ。これ着て学校行くんだもんね。うん、坊や、くたびれたろ。うん、坊ちゃん、くたびれちゃった。坊や、ご主人だからおばちゃんの肩ちょっと叩いてくれよ。うん、ね。坊や、もっと下。うん。明日床屋って頭買っといて。うん。いい子になるよ。坊や、おねしょしなきゃいい子なんだがね。治らね、もうじき。うん。ごめんください。誰だい？坊や、見といて。うん。おっちゃんだい。私はこいつの父親で、えらいこいつがお世話になりまして、どうもありがとうございました。いえ、こいつとはこの日に東京へ出てきまして、普段の坂の上のところではぐれまして、ほぼ探したんですが分かりませんで、もしかと思って今朝茅ヶ崎の方へ行ってみましたら、お宅さんがわざわざおいでくださったそうで。いえ、それはあなたが心配で。でも用断したね。はい、おかげさまで。こいつとは二人きりなもんで、いや、ほぼ焼け出された八王子の方へも行ってみましたんで。そうですか、それは大変でしたね。坊や、嬉しいだろ、お父さんめっかって。ほら、おばさんにお礼言わないか。おい、どうも、しょうのない野郎でして、どうも、いろいろありがとうございました。何の？おい、おばさんにお礼を申し上げておいてましょうな。うん。これはつまらないもんですが、茅ヶ崎で買ってまいりまして。まあ、いい
ですよ、そんなこと。いや、もうほんの少しばかり、今でして。どうもいろいろありがとうございました。ちょっと待ってくださいよ。これ坊やに。いただいてもよろしいんですか。どうぞ。じゃあ頂戴します。どうも何から何までありがとうございます。いいえ、気をつけてお帰りなさい。はい坊や、またお父さんと一緒に遊びにおいで。いいかい、遊びに行くんだよ。どうもありがとうございます。おばさんにさよなら言わないか。おばちゃんさよなら。お父さんによく捕まってくんだよ。うん、じゃあごめんください。さよなら。さよなら。来たんだな、親。見っかってよかったな。これで今夜からカヤもほっとだろ。で、やっぱり何かはぐれたのかい。うん、そうかい。まあ、うまくキリがついてよかったよ。なんだい。何も泣くことはねえじゃねえか。お前さん、あの子初めからあんまり好きでなかったんじゃないか。やっぱりいけねえかい。私は悲しんで泣いてんじゃないんだよ。あの子がどんなに嬉しかろうと思ってさ。やっぱりあの子ははぐれたんだよ。さぞ不人情なお父さんだと思ってたら、どうしてとってもいいお父さんで、ずいぶんあの子を探してたんだよ。それがあえてさ、これから親子が一緒に仲良く暮らせると思ったら、どんなに嬉しい。